そうですね、琉慶のゲーム、ちょっと大味なこうゲームになったんですけれども、今週、もう一度コンディションをしっかり整えて、で守備のこう意識をこう高く持ったトレーニングができたので、次、ジェフとのゲームになりますけれども、締まりのある相手をゼロに抑えて、点を取って勝てるような、そういうゲームにしたいなと思っています。そうですね、ホームゲームいつもたくさんの皆さんに来ていただいて、でやっぱそれが力になってっここまでホーム全勝で来ることができています。次はアウェーのゲームになりますけれども、千葉の方にですね、来ていただいて、声援いただければありがたいなと思っています。よろしくお願いします。